はい、どうもこんにちは、こんばんは、レトンです。ついに出ましたね、しがらきのね、新しい個性技ということで、まずアルファ技から見ていきましょう。岩投げてるね。あー、はい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 、空中で投げて当たると相手にヒットして、多分地面に投げつけるとその方向先の方までこの崩壊パワーがいくっていうようなやつかな。どうでしょう。まあでも今のしがらきの方が距離出そうだけどね。今のしがらきのアルファ技の方がやっぱレベル上げてった方が当たりやすいような気もするし、これ空中の敵に対して当たるんだったら割と強いかもしれない。これがレベル1の状態だったらこの先どんどん強くなるかもしれませんね。ということで、じゃあ次ベータ技、見ていきましょう。あ、マウントレディ来た。なんかマウントレディ赤くなってる。厳しい厳しい。もう一回見よう、ちゃんと分かんなかった。また岩投げてる。いつ岩投げるシーンあったっけ。はいはい、ちょっと説明読まないと分かんない。グラッチシュート、投げた瓦礫を着弾点で破壊される範囲攻撃、崩壊状態になってるんですね。で、崩壊状態になると一定時間ダメージを受け続けるということで、これも投げ技か。これ当たんなかったら結構怖くないね。この段数が気になるね。やっぱりアルファ技もそうだったけど、ベータ技段数がまあ4発とかだったらちょっと弱いかもね。でもそんぐらいになりそうだね。でもこれ8発とか10発だったら結構投げ続けられて強くなりそうで、あとこれもレベル1だったらねっていう話ですね。じゃあ次ラスト、カタストロフィー。飛んだ。あ、移動ね。おー、かっこいい。移動はいいかもね。で、空中に飛べるから、前のしがらき逃げ技なかったんでこれいいかもね。ガンマ技結構優秀かも。でもそんなに飛んでないから大して移動はできないね。で、この崩壊状態がどれだけ強いかにもよりますね。はい、ということで、どうでしたかね、このしがらきくん。やる気に満ち溢れてるけど、まあ、正直使ってみないとわからないね。で、3月27日からシーズン4なので楽しみにしていきましょう。ということでね、今回はこのしがらきに応じて普通のしがらきでチャンピオン取ってきたので、そちらの方動画を見せたいと思います。チャンネル登録、高評価お願いします。そしたらどうぞ。はい、ということでね、しがらきでねチャンピオン取っていきたいと思います。ということで、まず敵がいるのでアルファーザね、これやえの方がねなんか強そうだけどね。しがらき距離も長いし、ドーンドーン。はい、まずワンダウンで、ハトドロキ君をね倒します。で、これ掴もうと思ったけど掴めない。だからベータ技で絶対にこのねトドロキ君を倒すっていう意思でやってます。でも、ね、当たらないからこれで2発目当てる。で、ここでベータ技で倒すで2キルダウンで、で、これ拡散しようと思ったらトガちゃんに吹っ飛ばされる。なのでここでしっかり拡散やっていく。初動2キルいいね、本当に。はい、できなかった。せーの、ドーン。やっぱりね、しがらき環境では輝かないけど、今中距離が今一番強いから。でも最終アンチまで、このアルファーズ、ベーターズ、ガンマーズを強化できれば戦えなくはないのでね、とってもいいです。で、トゥワイスね、ダウンして、空中の敵に対してね、やっぱアルファ、ベータ、ガンマどれもね届かないので、そういう意味はしがらきの方がねいいかな。で、やっぱしがらきキャラ的に好きなんで、もう少しね強化されてくれるとすごい嬉しい。使っててね楽しいんですよ、本当に。特にベータ技なんかね、もうザ悪役っぽくてめっちゃかっこいいんでね、強化入ってほしいな。ということでね、全然敵が現れなかったのでカットしてます。で、爆豪がいるので、こう遮蔽物をうまーく使いながら近づきます。で、このガンマーで近づいてやろうと思ったら、裏中のねサポートが入っても一気に HP 削られたので、ベータ技を置いて逃げます。で、このベータ技めっちゃ格殺に向いてるのでおすすめです。
で、これちょっと回復しなきゃいけないので全体飲もうとしたけど、まあみんな HP あったから、普通のに切り替えたけど、結局みんな削れてるので全体を飲んでます。で、よいしょということで、この後もね、トガちゃんが絶対飲んでるのでね、まあ、飲まない方が良かったかもしれないんですけど、まあ飲んだということでね。しがらき、こういうところね、これで当たれ、うわーしこだ、これいいね、ガンマーザルね、近づける唯一の移動方法だからね、このしがらきのガンマーザル移動できるのね、強化されたからどんどん使っていきたいね。それで6チームでアルファベータガンマともに全部9レベルになったのでね、ここからは最強しがらきよ。で、これアイザーゼス見つけたらもうベータザーで、格殺格殺で、仲間のねキルしたやつどんどん格殺していこう。で、セメントス相手にもね、なかなかね、まあ有利なのかな。もうベータザでね、このセメントスが壊れるからね、アルファザでは壊れないんだけどね。で、着地ところとこうやってやってダウンで、マウントレディも割ってく。で、あー、頑張れ、掴もうとしたけど掴めないので逃げます。やっぱガンマ移動で使うのが一番かな。で、全体回復を飲む。デクがやられそうなんでね。で、残り5チーム。で、結構アルファでね、伸びるんでね、遠距離的に対してもどんどんやっていきたい。で、これ見て、ベータさんの9レベルやっぱり強いんだよね。だから、ね、HP 管理が難しいから、正直ランクまで扱いにくいです、非常に。これもね、ジャンプしながらやるとね、直前までね、敵が移動して見極めてから撃つことができるんです。で、これもガンマで捕まえに行こうと思ったけど離れられてダウン。デクがね、ダウンしてくれました。で、これもベータさで、こんなのダビのこれも効かないよ、全然。味方のやつもね、どんどん格殺してあげるといいかなと思います。で、ここもベータでドーンってダビをね、混乱してます、まず。ほらほらほら、逃げた方がいいぞ、ダビダウン。で、次トガちゃんね、ほらほら、はい、ガンマでドーンで、ベータザで行き場を失わせて、で、アルファザで殺す。で、これ結構強い。残り3チームということで、パッパッとやっつけていきましょう。で、アルファザで、よいしょ、当たれ当たれ。やっぱぴょんぴょん飛ぶ相手にはね、ちょっとしがらき弱いんだよね。でもガンマーザで追いかける。で、逃げられちゃったんだよね、ここ。でもこのアルファーザなら届く。いや、届くんだよね、これが。で、ベータ技、ほらかっこいいよね、やっぱりしがらき、ヴィランの中で一番使ってて楽しいかな。トワイスも楽しいんだけど ね、あとダビも好きなんだけど、やっぱ一番はしがらきかな。しがらき環境来てほしいね。シーズン1ちょっとだけ来てたんだけどね、今はもう全くといいと思う。久々のしがらきの環境来てほしいなと思います。で、ラストね、このトガちゃんを倒すだけです。でも HP が危ないので全体回復。で、これ相手コピーされてますね、自分の今回で。もう何だか分かんないけど死んでたので、最後ベータ技使ってアルフガンマ技でドン。で、チャンピオンです。ということでね、シーズン3ももうほんとあとちょっとになってきました。シーズン4楽しみですね。ということで、これでおしまいです。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ほんじゃ、またねー。